それは半魚人鳥。なんでそれ買ったの？もうすぐハロウィンだから。ハロウィンでそれ被ってどこ行くの？渋谷。渋谷行くの？うん。それで歩くの？うん。新幹線は？これ。それで新幹線乗るの？多分捕まると思うんだ私。ダメなのかな、じゃあ。あ、やばいやばいやばい、来た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 、タケちゃん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 、タケちしてんのね。瞑想してる、瞑想してるの。怖い怖い怖い。メタンどうする？瞑想してるの見てるの、ここで。でそれさあ、なんなの本当に。この宇宙人？ハト？半魚人。半魚人？魚って書いてある。あ、半魚人なんだ。魚なんだ。メイタね。メイタだよ。メイタいいんじゃない。でもほらモザイクかけなくていいから、それかぶってると。目どこなの？それはあの魚の目でしょ。それはマスクの目じゃん。それわかるよ。そうじゃなくて、あなたはどこから見てるの？その鼻。え、どこ？え、そこさ、どう考えてもさ、めっちゃ見えるよ。めっちゃだって狭いじゃん。うん、割と見える。目ってだってここら辺じゃないの？違うよ。違うの、うん、ここ、うん、ここ、うん、え、なんか顔の中心よって寄りすぎじゃない？それ見える。見えるんだ、うん、最初ここから見てたけど、それは無理があるね。うん、そう。でもさ、考えたけど、半魚人ってさ、ここにエアついてる。ああ、そうなんだ。あ、ほんとだ。人魚と一緒でしょ。人魚の逆バージョンでしょ。あ、そうなんだ。そうじゃない？だって人魚は顔がさ人間で、下が魚じゃん。それ逆じゃん。人魚と半魚人でこう魚の動かし方違うだけで、そうだよね、気持ち悪さ変わるんですね。一方なんだっけ、アリエルだっけ。アリエル、アリエル、あのお姫様とこうやってね、こうやってお姫様じゃん。どこが？半魚人だってお姫様になれるよ。そのアリエルが姫になれるんだと思うけど、でもどう考えても顔が魚だとダメだよね。子供泣くよね。かゆいの頭、うん、でも描いても描けないじゃん。分かった、これだ。ちょっとこれ抱っこして、これ、はい、抱っこして。あー、しっくりくる、しっくりすく。宇宙人親子、ネクラな半魚人。ネクラ。産後うつ。みーたん困るね。私の部屋から早く出てってって言ってるよ。